はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血液が抜けてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もですね、先日の通院の話の続きになるんですけども、歯科でね、えらいことがあったんですわ。そのね、前回の歯科の通院でね、埋めてもらってました、その奥歯、左奥歯の詰め物がですね、全部取れてしまっててまして、さらにね、違うところのもういろいろ取れてて、詰めてた箇所のほとんどがね、取れてる状態なんですよ。そんな状態でね、その歯科に挑んだわけですよ。で、診察台に座ってですね、問診を受けて、いざね、椅子を倒して触診、視診に移るとですね、また新たに歯が欠けてるところがあると説明を受けました。そこはとりあえず置いといて、名医の左奥歯の治療の続きをされました。今の僕の状態というのはですね、その白血病やね、悪性リンパ腫などのその血液のがんと言われているですね、病気をすると、治療のためにね、抗がん剤とかね、放射線照射をねするんです。で、その抗がん剤やその放射線照射でね、白血病細胞、その血液細胞のね、がん化してしまった細胞のことなんですけども、そのがん細胞をね、死滅させて、その、数をね、その後数えるんですけども、ある一定の数値以下になるとですね、寛解という状態になることを目指して、そういった抗がん剤や、ね、放射線照射を、ね、します。抗がん剤、放射線照射での、ね、治療でですね、そのがん細胞を、ね、死滅しきれない状態が、ね、続いてしまって、回復が見込まれない場合はですね、骨髄移植とか、末梢血管細胞移植、僕がやったやつなんですけども、あとは再帯血移植っていうね、くるめて言うと造血管細胞移植っていうのがあるんですけども、それをする場合があります。で、そしてその移植、造血管細胞移植の際に伴う GVHD、移植変態宿主病というね、分かりやすく言うとですね、副作用が起こります。で、その副作用をね、抑えるために免疫抑制剤をね、飲むんですけども、その免疫抑制剤というのがですね、またこれが厄介でですね、硬いものを柔らかくする性質があるんですよ。で、その性質を利用して、いや、ちゃう、性質のせいで歯が欠けてきてるんです。それが理由でね、病気する前に治療してた、治ってたはずの歯にもね、影響がね、及んでしまったんですよ。で、そしてね、その違うところも欠けてるみたいです、新しくね。でも、それらはとりあえずこう置いといて、メインの左の奥歯の治療の続きをしていくんですけども、そこのね、歯、この左奥歯の歯のね、神経をね、全部取ってもらってたと思ったんですよ、前回に。ね、前回で痛くなくなったんで、これはもう治ったわと思って、あとは治ったわじゃないわ、神経抜いたから痛くないわと思ったんですよ。でもね、治療進めていくと、突然激痛がね、走ったんです。こう穴が開いてる、ね、奥歯の中にですよ、分かる人は分かると思うんですけども、このねじれてる針があるんですよ。こんな大きくないですけど、そのねじれてる針で穴をね、ほじほじされるんです。ほじってね、こうされるんですよ。でも、ある一定の深さを超えた瞬間にね、鈍痛が来ました。いや、叫びましたね、本当に。すぐに中断してもらって、休憩させてもらってですね、もう落ち着いたらすぐに再開するんですけども、麻酔をしてもらって、その後ね、で、またその麻酔の注射がね、今回はね、もう痛くてたまりませんでした。麻酔が効いてくるまでね、2分ぐらいはね、休憩したんですけども、麻酔が効いてきたらもう痛くなくなったんでよかったんですけども、でもね、その治療中にね、引っ張られてる、この乾燥してる僕の唇がね、こうグッて引っ張られるんですよ。引っ張られるんで、それが、ね、避けそうですごい痛かったですけど、そのまま進められました。で、またね、そのねじれた針でね、ほじほじされてからですよ、消毒液をかけていきますねって言われて、また今回もこの消毒液って口の中でこぼれて粘膜が焼けるように痛くなるんやろうなって思いきや、今回はね、吸引器で吸い込みながらやってくれたので、少しこぼれるくらいでね、いけました。全然ね、焼ける思いはしなかったですね。で、そして今回も消毒液を含ませた綿を詰められてですね、
上からまた粘土みたいな柔らかいものを蓋をねされてですよ、まあ、今回は無事に終わりました。でまあその歯科がね終わったのがねお昼の2時半です。そしてねその眼科の診察の予約がね2時からやったんですけども、まあ、一番最初のね内科からね血液内科からね時間が押してましたのでまあしゃあないんですけども、まあその眼科もねその毎回 3,40 分待たされるので先生からしたらねちょうどよかったと言われました。今眼科に関してはですね目に関してはですけどもその目のね傷もねこの糸状の繊維もね付着してないので今回は問題ないと言われました。でほんでまあ家に帰ってきてねちょっと小腹が空いたのであの鍋の残りの、ね、野菜をねちょっと茹でて食べて、ほなねもうその左の奥までね詰まることなく、まあ、他のね歯はまあちょっと詰まりますけどこうスムーズにね食べることができました。そして家族が帰ってきて晩ご飯が出来上がってですよ、みんなでいただきますとしてね食べようとした時にですね今度激痛ですわ。麻酔が切れてたんですよ。神経が痛いわけじゃなくてその治療してた物理的な痛さがね復活してきよったんですよ。もう今まさに喋ってるこの瞬間今でもちょっとね響いて痛いんです。だからその先日の動画でね紹介したロマネスコ、あの緑のとんがってるやつね、ブロッコリーとカリフラワーのね中間のやつ、あれもね今食べることができません。そのブラウンのブレンダーね、あの最近よく使ってるねハンドミキサーなんですけども、それでね野菜スムージーにして飲んでます。またこれからね1週間くらいはまともにこう噛めない日々がね続くことになりますね。でもほんまブレンダー買ってよかったですわ。ブレンダー使ってて思ったんですけども、あれね使う時にねお水や牛乳のね分量が多いとねペースト状になりにくいんですね。最初はこの食材に含まれる水分だけでブレンダーをねこう使ってペーストにガーってしてからなってから水分を入れてねあのお好みになるように混ぜればすごいいい感じでした。まあ、痛い中でもねこのように工夫をしてねやっていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。